820Z の V1 ネックバージョンですね、はい、なので本当に最近の第2世代の 820Z でレゾネーターがメタルレゾネーターの個体になります。はい、ちゃんと演奏ができるように調整はしてあるという状態です。はい、でこれがですねちょっとネックにへこみがあります。全体的にはもうかなり綺麗なんですけど、はい、唯一ここだけここちょっとネックに結構なへこみがあります、はい、これは肩見えるかな、あれですね、ここにへこみがあります。パッと見わかるぐらいではあります。そうですね、結構ちょっとへこんでますね、はい、だけどあとは全体的に綺麗です。そうですね、どうですか吹いてみて、やっぱり 820Z らしいというか。そうですね、レスポンスが良くて軽快な感じっていうか、ライトウェイトな良さがすごく出てる感じですね。やっぱり 875EX と比べると若干軽めというか吹きやすい。軽め、そうですね、音の太さとかよりも吹きやすさが目立つっていう感じですね。なるほど、はい、ベルにもへこみが若干あります、はい、で、サビとか剥がれはないんですけど、こうやって2箇所ちょっと大きなへこみがありますね。はい、はい、820は大体が人気なんで、この特にメタルレゾネーターバージョンっていうのは人気ですよね。820ってその、はい、一応グレード、一応じゃないカスタムモデルじゃないですか。はい、でなんかグレードの上の方一番ではないカスタムなんで、でもどちらかその吹きやすいっていうのは田崎さんがよく喋ってるので、ある程度初心者の方でもいけるんじゃないかなって思ってるんですけど。あ、どうですか。そうですね、私もそう思います。ですよね、はい、私も吹いた時に音出しやすかった記憶があるので、なんか 875EX よりは初心者の方にはこの 820Z の方が、ああ、確かそうなんですよね、うん、とっつきやすいんじゃないかなとは思いますね、うん、あとある意味62よりも吹きやすさはこっちの上だったりしますね。へえ、うん、そうですね、62は62でね、やっぱり、うん、中グレードというか今はもう、はいはい、当時はプロモデルだったけど今はカスタムがあるから真ん中ぐらいで位置づけになってる、うん、そうですね、うん、フュージョンとか、はい、結構指をガーッ動かすようなのとか、ハイテクニックなフレーズとかに憧れる方なんかは、はい、もうこの 820Z がおすすめですね。へえ、うん、これはもうやっぱりもう即演奏これもできます。はい、はい、即演奏できる個体です。で 820Z で V1 ネックなので、はい、これも、ね、ちょっとへこみはありますけど結構お買い得なんじゃないかなと思います。